ちゃん。こんにちは。さあ、豊さん、はい、来シーズンのソフトバンク、はい、小久保監督が、はい、柳田選手と近藤選手をコンバートということで、はい、来季レフトに柳田選手、そしてレフトの近藤選手をライトにというところで、これは柳田選手の体の負担、はい、うん、を軽減させるということで、近ちゃんね、はい、何気にうまいよ、あの人。あ、そうなんですね。そんな下手じゃないよ、はい、それでやっぱりキャッチャー出身だけに肩強いからね。っか言っとくけど、ライトでもレフトでもどっちもいけるっていう、うん、いや多分いけると思うよ、うん、だから柳田を本当にライトで使ってるんだったら近藤の方がいいかも。おお、やっぱりそういうところを小久保監督も、まあまあ、ちょっとだろうけどもね、はい、うん、で肩の強さも柳田よりも今はもう近藤の方が強いんじゃないか。あ、そうなんですか。というのは上から投げられなくなってるでしょ、聞いたら。年齢的なこともあるしね、うん、だからまあそういう意味では今度コンバートする、はい、まあいいかもね、うん、というわけで今回はですね、豊さんに、はい、この選手コンバート、ここからここにコンバートしたら化けるぞ、いいと思う、うん、という選手を何名かピックアップしていただきたいと思います、うん、今までいろんなコンバート、例えばキャッチャーから外野手になって成功した選手もいれば、ピッチャーから野手になって成功した選手、いろいろいますよね。まあ、逆バージョンはないんだよね。野手からピッチャーになって成功したっていうのはね、なかなか日本ではあんまり聞かないですね。なかなかないね。メジャーだとね、結構、まあ、あるけどね、あるみたいなんですけれどもね。ということで、はい、まず豊さんがコンバートした、いや、これはね、本当にもう早くした方がいいよと思うのは、はい、松尾ベイスターズの、うん、はい、やっぱね、バッティングは非凡なものがあるわ、うんうん、で、代打に出てきても初球から思いっきりいいしね。日本シリーズの時もそうかな、日本シリーズだったかな、あ、まあ、時も、はい、まあ、素晴らしいバッティングも見せてくれたし、うん、で、山本雄大を抜けるかっていうとさ、はい、山本雄大も若いからね、だからなかなかやっぱもうキャッチャーとしてこれ結構12球団でも3本の弓には入るぐらいのキャッチャーになってきたからな。そうですよね。だからそれを松尾がキャッチャー部門として抜くっていうのは結構辛いものがないかなっていう、はい、それは無理して使えばいいよ、うん、でもそしたら山本雄大が絶対出ていくしね、はい、それを避けるために考えなきゃいけないのは松尾をやっぱコンバートだよ。松尾選手って来シーズンって何年になるんですか？3年目じゃない。3年目ということは、もうこれ以上そのキャッチャーとして、ただ山本雄大が怪我とかあった時に困るんだよね。戸柱選手、いや今いるけど、はい、戸柱とかも使えるのは分かってるし、うんうん、いいんだけど、でも中途半端なことさせるよりは、うん、もう本当にコンバートっつって、うん、一つのポジションを狙わしに行った方が、うん、まあ、バッティングも落ち着くと思うし成長すると思うんだよね。じゃあやっぱバッティングっていうのはすごく非凡なものが、いや、あるある、うんうん、だからもったいない、このままね控えていると。バッティングに関して言うと山本雄大って捕手よりも上になる可能性があるね、はい、ただやっぱ、まあ、おそらくパンチ力も含めて、はい、まあ、上になると思う。そうなってくるとやっぱ宮崎の後釜っていうのを考えて、まあ、内野もうまいからね、フットワークがいいし、もともと内野の選手だから、うんうんうん、だから早く考えてやった方が彼のためにもなるよなって思ってる。例えばこのまま控えであったりファームで正捕手ってやるとバッティングっていうものの感覚がだん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 落ちていったりとかっていう可能性ってあるんですか？やっぱ使われないとやっぱ落ちていく可能性もあるよね、うんうん、で村上がやっぱりキャッチャーからサードになってるけど、はい、村上のサードよりは間違いなく松尾のサードの方が上手くなる。そうなんですか。やっぱフットワークが違う。あ、そうなんだ、うん、センスがいい。そうそうそう、それは村上ほどのバッティングができるかっていうとまたそれは違うけども、はい、でも守備に関して言えばもう間違いなく村上よりは俺は上になっていくと。これもいつぐらいまでにコンバートとか本人のために、だからできるだけ早くした方が早くレギュラーが取れる。来シーズンとかからでも、まあ、宮崎ももうある程度の年になってるからね、うん、だからまあ誰かと併用っていうのももう辞さないし、はい、うんうん、だからそれが伸び盛りの松尾であればね、はい、いい競争になるだろうし、うん、で宮崎の刺激にもなるだろうし、はい、だからやってほしいなと思う。これ例えば野手にコンバートしてレギュラー掴んだとすると大体スタメンだと、まあ、3番ぐらいは打てる。あ、そうなんですね。将来的に4番打ってるかも。そのぐらいの、いや、バッティングはあるって、 そうなんですね、そのぐらいやっぱバッティングいいって。じゃあ例えば将来背負っていくのは牧選手、松尾選手とか、まあ、そうだね、相手あたりが、
はい、クリーンアップでってことになりますよね。そうだな、だから本当に面白いと思う。だから彼の素材を生かすも殺すもやっぱりコンバート次第になってくるわけですね、と俺は思うけどね。うん、なるほど。いや、やっぱね、山本雄大もやっぱ優秀なキャッチャーになったもん。これはやっぱりまた松尾が抜いていくってどんなキャッチャーになるかそこ知れないよ、うん、いやだけどやっぱバッティングを生かすんだったらやっぱコンバートした方がいいなと思うけど、うん、ちょっとキャッチャーとしては山本雄大投手抜かすのは結構厳しいよ、うん、そうですね、うん、しかも年齢的にもね、山本雄大選手若いので、うん、あとは経験がいるポジションだからな、うん、だからその経験をさすためにやっぱファームで置いとけるかどうか。いや、もう置いとけないだろう、キャッチャーとして、うん、そしたらやっぱこうコンバットっていうのはあり得るかなというね。例えばコンバットしてサードで、で野手として1本だ。一番嫌なのは坂倉みたいになるのが嫌なんだ。ああ、そうか。バッティングは使いたい、うん、でもキャッチャー相澤で行きたい、うん、だファースト行ってくるとかね、うん、だからこう坂倉も伸びそうで伸びてないんだよね。そうですね、うん、だからやっぱ使われ方がちょっと中途半端かなって思うし、坂倉なんか本当に首位打者取れるのに、はい、ああいう使われ方すると負担だらけだよね。それがバッティングに影響してる。そうそう、影響してると思うんだよ俺は。本来だったらもうこうなったらファースト坂倉選手っていうふうにした方がいい、うん、した方がいいし、もうキャッチャーから動かさないという、ね、逆に、うん、あ、それ率は下がってね、バッティングのパフォーマンスとしては下がるかもわからない、キャッチャーという重労働だから、うん、だからそこに目をつぶってずっと我慢してやらせるのか。そうですよね、うん、だからまあちょっとそういうふうにはやっぱ松尾ってやらはなってほしくないんだね。もうコンバートって言ったらもうキャッチャー忘れろと、はい、だから村上みたいにね、うん、もうねやりたいなんて言うなと、はい、ここで死ぬ思いでやれと、うん、いうような形でやったら松尾なんか一人前になると思う。うん、あと今ちょろっと坂倉選手の話も出たから伺いたいんですけど、はいはい、坂倉選手もこのままだと本当にキャッチャーやりながらファーストファーストキャッチャーっていうふうにずっと続いていっちゃうそうで、中途半端になりそうなんですか。まあまあ相澤次第だけども、うん、相澤がもうほとんどマスクをかぶれないっていうふうになってきたら、うん、もう一本でいくしかないけどね。ただあそこは優秀なキャッチャー石原とかもいるしね、はい、育ってきてます。結構育ってきてるからね、うん、だからここら辺もどうするのかなと思うけどね。うん、坂倉はやっぱりね、バッティングだよ。あのバッティングはなかなかできるバッターっていないから、うん、バッティング生かしてほしいなとは思うけどね、はいはい、さあそして2人目ですけど、2人目はね、門脇。え、ショート、まあ、ショートも確かにうまいよ、はい、でもね、それよりサードやらしたら抜群にうまいわ。これ去年でしたね、確か。いやもうね、本当に抜群にうまい。俺は石井拓郎が今までで見てて三塁手の中で一番うまいと思う。ショートに行ったら、まあ、宮本慎也だとか、うん、井端だとか、はい、まあ、比べられる人間がレベルが高くなって、でサード最初やった時にこいつうまいなと思ったよね。へ、肩あるしフットワークいいし、はい、だからそれ以来、むしろそれ以上に門脇はサードもうまいんじゃないかなっていうぐらいうまい。それショートとサードでまた違うんですか。いや全然、まあ、やっぱ反応がいいからさ、門脇なんか。で石田くんも反応がいいんだよ、はい、それとやっぱり匹敵するぐらいの反応の良さっていうのは門脇が感じるな。なんか守備のいい人だとやっぱサードよりショートの方がっていうふうに思いがちなんですけど、門脇先生はショートよりサード向き。サード向きだな。なんですかね、サード向きだと思うよ。やっぱね、門脇の守備ってあんまり時間がいらない形なんだよ、うん、時間があるとなんか変なことを考えてしまうよ、はい、そのぐらいこう瞬間的に来て瞬間的にさばける、そういう感覚を持ってるんだよね、門脇は。うん、だから門脇なんかサードやらしたら本当にもうお金払っても見たいぐらいの守備してくれると思う。はい、去年は、まあ、最後の方はショートでしたけど、うん、途中までサードで出たりとか、うん、ショートもうまいんだよ、はい、ショートもうまいんだけどサードの方がよりうまい、見せるよね。そうか、肩本当に強いですよね。まあ、肩はスローイングが正確だよね。うん、じゃあやっぱり門脇選手はショートよりサードにコンバートさせた方がより彼の魅力が。いやいや、もうコンバートは無理だろうけどもな。まあ今の状態は、まあ、まあでもコンバートできるんだったら門脇サードはもう鉄板にいいと思う。そうなんですね。何の心配もいらないと思う。そっか、チーム事情がねあるのでっていうのはあるんですけど、まあ、そうだね、うん、サードの方が向いているということなんですね、うん、まだ他にも他はね、ヤクルトのキャッチャーの内山、うん、はい、まあ、三塁手やらしたいな。
村上選手が今ねいますけど、来シーズン以降どうなるか分からない。いやだから村上を外野に持ってってメジャー移籍のためにね、うん、はい、サードが空く。じゃあ山田かっていうと、山田がやっぱこうちょっとスローイングに難があるんで、まあ、内山かな。もうね、もともとキャッチャーで、まあ、野手もやってたね、高校時代ね、はい、それでキャンプの時に中継だったんだよ、キャンプの中継、はい、でこうやって見てて、あれあんなサードいたかなと思う人がいて、うん、うまいねとか思ったら、はい、内山だったよ。あ、そうだ、ね、いや、うまい。へえ、このサードはうまいよ。キャッチャーで出るよりもやっぱサードとして出た方が絶対にいい。まあ出る機会は絶対とは言えないけども、うん、ただ、まあ、トータル的にそのバッティングだとかいろいろ考えたときに、まあ、キャッチャーの負担よりサードの負担の方がまだいいだろうなっていうふうに思うね。うん、あそこはキャッチャーもいるしね、はい、だから内山コンバートとしてサードで、はい、まあ、勝負強さを持ってるし、バッティングとかね、うん、まあ、もうちょっと率を上げなきゃいけないけども、うん、コンバートっていうのは面白いなと思う。高津監督はどうでしょう、考えてたりちょっと。いやいや考えてるよ。だけど村上を押しのけるほど打てないじゃない、うん、そうですよ ね、うん、いやだから、まあ、メジャーのために、まあ、例えばレフトにコンバートっていうのになれば、うん、サード誰やらす、ね、竹岡とかいるけども、うん、いや内山だなと思って。おお、ちょっとそのあたり来シーズンのどういうフォーメーションをヤクルトは組んでくるのか、引いてくるかな、引いてくるのかちょっと楽しみですよ ね、まあ、はい、さらにまだいますね、はい、まあ、阪神の西純也、はい、あのピッチャーの、ピッチャーの、はい、もうバッターにした方がいいこれはね、すごいよバッティングは、はい、あの155キロぐらいのエスコバーの、はい、あれ肘抜いてフェンス直撃打った時なんかは、うん、いや、これはもう絶対バッターでしょうと思った確かにバッティングいいですよね。ただあのね、150キロ投げる人っていうのはもうザラにいるようになったんだよ、もう、はい、うん、ね、もうそれだったらその肩の強さとか、うん、そういうのをレーザービームとか言われながら、はい、あのバッティングを生かしたら相当な野手になると思うよ、これ。確かにそうですね。あ、確かにあの今年はね、ちょっと活躍もなかったですし、そうそう、なんか伸び悩んで、なんかもうピッチャーで中津戸端だったら、うん、バッターにもう専念した方がいいよ。あの、まあ、専念するっていうか、うん、バッターやってないんだけどもさやってなくてあのバッティングができるんだからやったら相当すごいバッターになると思うよ。今は遅くはないんです、ね、遅くは全然ないよ。もうやった方がいいよ。持って生まれたら多分才能、センス、いや、もうやっぱセンスがめちゃくちゃ高いもん、バッティングの。そうそう、そのうちさ、外野手も不足になってくるから阪神が、阪神が、はい、本当に例えば近本の代わりに入ってセンター守備固めからいや、もうそうしたら近本がさせないバックホームを西だったら刺すかもわからない。確かにね、ピッチャーだったしっていうところで、いや、本当に、いや、内野手もできる可能性だってあるしな、うん。なんかフォームをね、変えるとか変えないなんて話も出てましたけど、その前にバッター、もうバッターの方がいいよ、もう。まあね、バッティングセンス、あんなバッティングできる人ってなかなかいないよ。そうか、いや、そのぐらい非凡なバッティングを持ってる、うん、だから俺はなんかすごくもったいなく思ってるね、あのバッティングセンス。でもそれだったら二刀流やらせたらいいのになとか思うよ。ああ、それもできそうなぐらい、いや、できそうなぐらいバッティングのセンスは。そうなんですね、うん、岡田監督に言ったんだけどね、二刀流やらせてもバイケンって言うねとか言ってたそうなんですか、オーンとか言って言ってたけど、うん、いや、俺はすごい魅力を感じる、バッターとして。そうなんですね、うん、ね、じゃあ野手としての西純、ね、選手が見られるのか、幻に終わってしまうのか、うん、まあ、この動画で騒いでるだけだからね。そうですね、そうですね、いや、だけどやっぱそういう、ね、SNS が阪神側にゴーンドーンと流れたら、うん、やってみるかみたいになる可能性もあるよね。あると、まあ、ゼロではないっていうことですね。ゼロ、ゼロでなってほしくはないよね、うん、かなんか見たいです、まあ、むしろ矢沢、日本ハムの二刀流でどうのこうのって、うん、あれはやっぱこうバッターの方がいいと思う。あ、ピッチャーもやめて、あの子もバッターの方がいいと思う。あ、そうなんですね、うん、足がめちゃくちゃ速いな磯畑と双璧だって言うの。そうなんですか。いや、そのぐらい足速いな。いや、そしたらその身体能力は野手で使った方がいいよ、うんうん、それはそれだけの身体能力があるからあれだけの体しかないのに150キロとか投げてくるんだろうけども、うん、いや、野手だったら相当やるだろうなっていうのは感じる。なるほど。だから西純也もそうだよ。あのバッティングはないぞお前。確かにそうですね。もう縦振りだろうが横振りだろうが、なんだろうが、もう勝手にやって打っていいから振りですね、あの子。いや、そのぐらいセンスがある。うわ、ちょっと見てみたい気もしますね。さあ、
もう一人。もう一人はね、はい、パリーグのロッテ。はい、ロッテ。で、あの増田がね、はい、ちょっと抑えとして、まあ250セーブっていうのをね、こう記録として狙ってるけども、ただやっぱあそこの抑え、種市がいいなって思うんだよね。先発の種市投手。分かってるよ。はい、お前バカじゃねえのかって。いやいや、佐々木朗希がいるのに先発削ってどうすんだみたいな。そんなの重々分かってる、ね、2枚足りなくなっちゃうことも分かってる、重々分かってる、このコメントに書いたらもう知らねえぞって、そう、もう分かってることだ、ね、分かってることだからね、分かってて言ってますから、分かってて言ってる、うんうん、だけど種位置がいいなって、これなんでかって言ったらやっぱ三振が取れるからさ、はい、だからいいんだけど、うん、だけどやっぱ種位置持っていくのは難しいよな、はい、今の状況ではそうですね、そしたら小野だよ、あ、小野投手を抑えに、抑えにも、はい、そういう配置転換をした方が、うん、まあ、増田には悪いけど、うん、増田の勝ち星の落とし方って意外と簡単なんだよね、あの、まあ、そうですね、ちょっとポンと打たれて、なんでマンちゃんにあんなところでまっすぐ投げたのみたいな、はい、え、初球でしょみたいな、うん、ホームランボール投げるみたいな、ちょっとそうなんですいうところがあるし、なんかこうやっぱね、ベテランになってくると若手の野手が緊張し始めるんだよね、ミスしちゃいけないとか、ミスしちゃいけない、はい、必ずミスするんだよ、気の毒なところもあるんだけど増田にね、うん、いやだけどそのぐらいやっぱ気を使って守るしか抑えることができないんだろうなっていうのも感じるし、あと、ま、年齢的なこともまあまあ衰えっていうこともあるよね、まあ、だからそれだったら斧をね、はい、使った方がいいのかなっていう、あのロッテもいいピッチャー、ね、たくさんやっぱりいるので、まあそうだな、うん、後ろに、まあ、そろそろこう、まあ、横山でもいいんだよ、はい、横山でもいいけど、横山も増田もなんか同じようなタイプ、うん、まあ、だけど、その横山っていうのは力があるからね、はい、だから横山でもいいけど、小野の適性の方があるのかなっていうような感じはするしね。うんうん、そうだね、まあファンの方でも、はい、いやこの選手はここにやった方がいいのにとか、うん、あれですね、まあ、そういうのがあったらちょっと教えてほしいな、そうですね、皆さんぜひあのコメント欄に そ,、ね、その選手ここにコンバットした方が適正だと思うよというのがあれば、はい、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです、はい。